で、それまあ、やっぱ、こともあり、で、バックオフィスの方に移動になりましたと。それがシステム絡みのところだったの。そうですね。その最初移動した頃は、もう本当に営業事務みたいな感じで、なるほど。契約書をとにかく、紙なんですけど、それを閉じたりはいはいとか、なんはい。かこう、データを一個一個入れるとか、本当に、そうですね。そういう作業をずっとしていました。あなたそれ辛かったね。そうですね。最初は本当に取り残された感がありました。他ないよね。最初しばらくその仕事に行ってから面白くなかったでしょ。そうですね。ねえ。よく辞めずに続けたね。そうですね。結構負けず嫌いなので、ここでやめちゃちょっと、恥ずかしいなっていうのがあったのかもしれないです。なるほど。何かを、こう、なんか成し遂げなきゃやめられないぞ、そうというでようなとす。ころあるからね。そういう思いが根底にはありつつも、日々のその業務はやっぱりつまんないし、なんかこう取り残された感があるし、面白くないっていう時にね。なんか、それでこう、もう毎日仕事行くわけじゃないですか。で、1ヶ月毎日行くし、半年、1年、2年ってやるわけだけど、こう、自分を奮い立たせたの？その仕事にどう向き合ってたの？そうですね。その時僕はラッキーだったのが、バックオフィスってマーケティングの部署とか、そういう部署結構近くて、で、そうなんですね。そこで結構 Excel ですごいデータ分析して、いろんなことしてるとか、面白そうなことしてる人が近くにいたので、そこの人からちょっと手伝ってって言われることもちょいちょいあって、そこが、結構救いになります。なるほどね。そうか、そうか。言い方悪いけど、営業できなかったから、営業事務の方に回したけど、営業事務だけで、その人一日ずっと仕事してるだけじゃ、ちょっと間空くぐらいの、こう、ちょっとなんか、いわゆるフリーで動ける人みたいな、ちょっと、なんか、性質的にそういう性質があったんだね。そうです。おっしゃるだ通りから、だ他と思のいます。部署の人がもう、これちょっと手伝ってくんないとか、これやってくんないみたいな感じでやることがあって、その中に面白さを見出したんだ。そうですね。あ、それはある程度会社としてはやり方としては正しかったね、でもね。適性を見極めていくために、いいポジションだよね。そうですね。結構フリーで。なるほど。で、じゃあ、Excel でいろいろとこう、分析していくのとかが、やって面白いと思ったんだ。そうですね。面白かったですね。なるほど。え、じゃあもう Excel は結構ガンガンいける感じなの？エクセルもガンガン。ガンガンいけんだ。ガンガン、じゃあ。マジか。なるほど、そうなんだね。で、そこで、それまではできなかったんでしょ、Excel。それはまだ全然できなかったですね。勉強したんだ。もう、やりながら。やりながら勉強したり、そのマーケティングの人に聞いたりとか、実際に依頼されたのこなしだったりとか。そうだよね。あれ、業務でやっていくのが一番だよね。もうそうでですきるし、ね。やり方聞きながら実際やっていくのが一番早いよな。そうですね。調べながら作るっていうのが一番早いですね。ああ、そうなんだね。へえ。で、どんどん、まあそういう、こう、なんか、マーケティングの人とかの仕事を手伝うようになって、Excel とかも面白いってなって、自分もどんどんできるようになっていて、で、そこからこう、なんか与えられる仕事の、こう中身とか、もういわゆるこう部署自体変わっていったりとかいうことが起きていくのかな。そうですね。そこからちょっと動き始めて、で、本当営業事務とかフリーみたいな、全然役割決まってなかったんですけど、そこから営業企画部みたいなのが立ち上がって、で、おお。ちゃんとした上司がついて、はいはい。で、その当時、キントーン、入れはいはい。る、クラウドどうの、そうですね、顧客管理のシステム入れるってなって、はいはで、人が足りないから、じゃあ入ってくるって言われて、そこの立ち上げから、い。初めから一からやったんだ。からやったという、これまたちょっとラッキーな出来い事やいや、もあり。そういうもんだよね。キャリアってそういうもんだよね。まあ人生ってそういうもんだよね。そうですね、わからないですね。
わからない、わからない。そうなんだね。じゃあ、あれ立ち上げていくってなったら、もう社内の全部のいろんな部署の人たちとやり取りしながら、やっていくし、ある意味で言うと、こう、なんだろう、まあ、均等の中身のあれにもよるけど、まあ、業務系とはいえ、こう、機関の部門を担っていくと、全社の人たちとやり取りをして、こう、会社全体支えていくみたいな仕事だよね。そうですね。はい。なるほど。その営業企画に行って、まあ、いわゆる何て言ったらいいのかな。それは何？営業のポータルとして使ったの？均等。均等はもうおっしゃっていただいたように、機関としても期間も全部。顧客管理から契約から、その案件管理から使っていて、会計はまたその別で、管理してるんですけど、そこなるの、ほど、なるほど。お客さんとのフロント部分は全部、はい、管そ理れしのて立ち上げの、まあ、じゃあ、これから均等を導入しますと。じます。はい。ゃあ、あなた、お願いしますよと。主管としてやってくださいと。できるだけどんなことをやっていったかっていうのを分かるよう、ちょっと、説明してもらっていいですか。そうですね。ちょっとまたリーダーはいて、私、メンバーっていうポジションだったんですけど、まず、全部、エクセルで管理されてたので、それを均等に置き換えるっていうプロジェクトがまず始まって、で、なんですかね、そのエクセルをとりあえず均等のこの一個一個のアプリを作っていくっていう方向性を決めて、僕の方でちまちまこうアプリを作って、で、それを現場にレクチャーして、導入したらそれをフォローして、改善してっていう流れで、はい、大きくは進めていきましなるほど。キントーンでアプリを作るってどういうこと？なんか、後ろた。あ、はのい。管理画面でなんかいろいろ、あれ、結構いろんなもの作れる？そうですね。管理画面で、なんか一個一個の、データを入れる項目をドラッグアンドロップでピーと持っていって、簡な単にるこうほど。作れるようになります。はい。エクセルを CSV にして持っていくみたいな感じ。あ、そうですね。項目を一個一個、こう、作って、なんかこう、データを入力する枠を入れていく、みたいな。なるほど。そうか。ユーザーから見たときのインターフェースを作っていってるイメージ。そうそうそう。アンケートフォームを作るみたいなイメージです。はい。なるほど、なるほど。そうか。だから、エクセルで管理、今までしていたものを見て、はい。はい。あ、そうですね。こうインターフェースをどうしたら、それがちゃんと入れる人が入れられて、得たい情報がちゃんと集計できるかっていうのを考えて、はい。その形をこう作っていくんだ。そうですなるほど。めんどくさ。ね。それめんどくさいね。でもそういう仕事はやってて面白み感じるんだよね。作って出来上がっていくことに対して。でしたね。はい。ですよね。いや、そこなんだよね。だからここがすごい重要なポイントだと思うんだけど、さっき言ってたみたいな、営業のところでね、ちょっとそういうやり方が、こう自分は的には向かなかったみたいなね。じゃあ、そこで、すごくうまくできて、営業で数字上げていく同期とかもいたでしょ？そいつの方が、優れていて、君が、劣っているのかっていうね。そうじゃありませんっていうことが、こう世の中全部の社会人には、こう、まあね、こう、本当に気づいてほしい大事なポイントだし、学生にとってもやっぱりそこ、分かってほしいんだよね。これって自分がどこの業界、まあ行きたい業界があってそこ全部落ちるけど違う業界行くとかもあれ同じ話なんだけど、仕事の内容によって適性ってあるんだよな。あれができなかった人なら多分これができるだろうみたいな感じですごく分かりやすいね。やっぱそういう作業がすごく得意なんだね。やりがいも感じて面白いんだね。そうですね。はい。